絶望だけじゃない。みんな守りたいものがあったから。 バニラ、逃げろ。嫌だ。もう逃げないって誓ったんだ。逃げるくらいなら立ち向かうんだ。
絶望が奇跡を起こすってか。認めてどうするんですか。確かに一度は絶望したさ。みんな、お前ら、ファルシゴノムの幻かもな。バング、すまない。一人で背負わせてしまったな。また同じことを。ここに来るまでのこと、ずっと思い返してたんです。そしたら、その先が見えてきた。みんな楽しそうに笑ってたよ。セラも、姉さんも。新しいビジョン。こっちが死にかけてるの。無責任な希望だ。けどよ。ついた背中を殺されてた。お前もそこにいたんだ、ファン。だから最後まで一緒だ。同じ使命を背負わされた印は、同じ運命に立ち向かう証。一緒に交わした誓いの証。ヒーローは不滅だ。さあ、国運を守るぞ。滅ぼす力なら、救う力にだってなれる。あんたが最後に破滅を招くなら、僕たちが盾になればいい。みんなの夢を叶えてやろうぜ。希望を、私たちの光に変えて、本当の奇跡を起こそう。奇跡はうちらの得意技だ。できない。なんだ。できると信じないか。お前は生まれた時から諦め、眉にこもって全てを呪い、人に滅ぼされるのを待った。破滅が救いと思うお前は、死んでこの世を逃げたいだけだ。望み通り一人で逃げろ。
たちは違うんだ。世界に希望がないのなら見つけ出すまで一緒に探す。救いが失せた国運だろうと、守ってここで生きていく。それが私たちの人間の使命だ。止めるぞ。